はい、よいしょ。これは防ぐんだよね。腸骨痛いってことはもう方向筋かな、もう。こういう触られただけでいい。でも、方向筋ってみんな痛いですか？あ、方向筋じゃないや。腸骨って触られたらみんな、なんかちょっと変な感じしますか？どうなんだ。あ、じゃあ絶対方向筋痛い。これね、クリームのとこ後で。このちょうど体の横。ね、今度こう。この横から、はい、お腹膨らまして。はい、お腹膨らまして、へそのとこまで。はい、いいよ。これを2本取ります。これでここを3本にするか4本にするかをその人の体によって、決めていきます。初めから決まってないです。今ちょっとこう4本でやるよ。だから深くまでアプローチしたいと思ったら3本ですればいい。はい、じゃあ入りますよ。これで腹横筋、ここからこういうふうに入っていきます、ね、これはあのお腹を膨らませてもらうんで、できるだけ 手際よくで、まず春段取りをしてここ踏んでいきますよ、はい、はい、じゃあいい、はい、はい、お腹膨らまして、いっぱい膨らまして、できるだけ膨らませて、でこれでふわーっと置きます、はい、はい、はい、お腹が膨らましたよ、はい、この辺からいこうかな、はい、皮膚を伸ばしてます。でこのテープで気をつけないかんとこは、ほいそ、へその上にこう出てテープがこう長かったとかでこうテープ言ってた、ね、その時必ず横に避けてください。じゃあまたね、これで、はい、なんか膨らまして、ずっと行きます。はい、はい、ここでふわっとこっちに持っていきましょう。よし、ね、真ん中に持っていきます。さっきのテープの間に持っていくように、これも間に持っていきます。絶対引っ張られんよ、引っ張らずに持っていきます、ね、はい、これも、これね、片方だけ持ちしました。はい。これ、こっち、これを両方します。これで膨らませてみて。どう？こっちは軽い。そうですね、こっちの方が。ちょっと重いっていうか、膨らむ。こっちは重い。行きづらいですね。うん、これでね、立ってもらう。
立ったらこのお腹のこの重みがこっち行こうとするんで、こっちの左の方が楽です。うん、そうですね、こっちの方が。こう、こう、お腹をこう出したりひっくり出してみて。そうですね、こっちの方が落ちてるでしょ。はい、うん。